じゃあこの卵のところどうもりょうりょうりさんりゅうじです。はい、ということでですね、今回は僕がね、いつもちょっとなんか寒気感じるなとか喉の調子悪いなとかっていう風に、まあ、風邪をひき始めみたいな感じるじゃないですか。っていう時に必ず飲むスープ、これをねご紹介したいと思います。名付けて至高のニンニクスープ。これね栄養たっぷりなんですけども、バカみたいにうまいぞこれ。はい、僕もうニンニクスープの中でも最高にうまいと思ってます。はい、こちらの作り方を今回やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでやっていきたいと思います。材料説明もうほんと簡単です。ニンニク3かけで、ベーコン 30g、 これ薄切りのもんでもいいです。あ、じゃあ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 で、こいつが卵1個で、長ネギ1/3本、だいたい 40g ぐらいだと、これがパン粉です。パン粉大さじ2。もう材料はこんなもんで、あと調味料だけなので、詳しい分量は全部概要欄に書いてありますので、そちら、見て用意してから見てください。まずね、ニンニク切っていきましょう。ニンニクはですね、皮むいたらこう親の敵のように潰していきます。で、これ全部こうむいて、むきむきして、はい、この状態ですね。まあ本当にね、粗みじん、このまま潰した状態でスライスしていけばいいです。はい、そしてですね、次は長ネギ。長ネギもね、小口切りでいいぞ。そしてベーコン、ベーコンはね、薄切り、薄切りで、薄切りにしてからの細めに切ってあげてください。はい、こんな感じで細く切ってあげてください。ブロックじゃなくて普通の、ベーコンを、薄切りのベーコンをスライスしたもんでも構いません。もうこれでね、もう終わりです。で、これでやっていきます。はい、じゃあですね、次の工程いきたいと思います。まずね、まあ今回このちっちゃい鍋でいきます。まず火にかけてオリーブオイル大さじ1です。で、にゃんにゃくを入れていきます。にゃんにゃく必ず弱火でね、とやってください。こんな感じ、こんな感じで色づいてきましたね。もうね、こうなったらもう OK。そしたら、ベーケン。具体的に混ぜ。で、ベーケンと炒めていくときも、ニンニクって火通りますんで。で、ベーコンもカリカリにするのではなく、ちょっと油を出すぐらいのイメージで大丈夫。そして、ちょっと炒めました。炒めたら、わかりますかね、このベーコンがちょっとじゅわっと油が出るような感じ。ニンニクも、こう、芝生色に全体がなってきました、ね、で、ここでもうね、水入れちゃいます。はい、 250cc です。で、ここで味付けに、これね、コンソメです。これ一般のコンソメでいいです。これ小さじ1で、ここに長ネギ、これも入れちゃいます。で、こうしたら、火はね、ちょっと強めでいいです。で、ここでパン粉、パン粉ね、なんで入れるんですかって結構言われるんですけども、これね、具です。具で、全体をこう混ぜながら沸騰させていく。そしたら皆さん、ここで沸いてきましたね。そしたら火を落としてもらって、ちょっとね、真ん中ちょっと開けてもらってですね、ここにこれ栄養たっぷりの卵落としてください。まあ蓋しないでもいいか、このままいきましょう。はい、このまま弱火でね、ちょっとね、半熟にしていきます。僕は卵が半熟の状態の方がいいので、蓋しないです。はい、蓋しないとどうなるかっていうと、このポコって出てる卵黄の部分が火が入らないぞ、あんまりね。だから半熟状態でいける。でもまあ体調的にちょっと本当に本格的に風邪だなとか思った方は、半熟の卵って体調が良くないと食べれないので、なので加減していただいてもいいです。完熟ね、がっつり火通していただいてもいいです。ということで、皆さんどうですか、卵は半熟になってきましたね。あとはね、お好みなんですけども、まあ今日はもう僕はもうちょっとこれで揚げちゃおうかなっていうふうに思ってます。はい、で、まあ僕の場合これね、卵ね、最初にね、ちょっとね、端に寄せちゃうんですね。で、ちょうどいい具合になりましたこれね。で、ここに、まあ、仕上げでね、パセリをお化粧してあげると非常にぽくなります。はい、ということで、こちらで至高のニンニクスープの完成でございます。はい、それではできましたので食べていただきたいと思います。いただきます。じゃあちょっと、じゃあこの卵のところ、おー、じゃあ卵のところいただきます。
うまっ。あ、めちゃめちゃニンニクの香りと旨味が出てますね、これね。そしてね、このスープの染みたパン粉がちょうどよくね、スープにとろみをつけてくれるんです。だからすごくね、食べ応えがあるんです。これね、一食でもね、結構満足できちゃう。まあこれね、まあお好みで黒胡椒とか入れていただいたりとか、まあ僕の定番のタバスコとか入れていただいたりしてもいいんですよ。僕ちょっとこう、今日喉おかしくしてるんで入れないんですけども、これはいいですよ、ほんと。皆さん体調悪い時に作っていただいてもいいですし、ちょっと元気がない時に作っていただくのもいいし、もうね、普段に作っていただいてもいい。それぐらい美味しいスープになってますので、ぜひ皆さんやってみてください。まあ、ちょっとね、喉の調子さっき、今朝おかしかったんで、ちょっとね、風邪にね、まあ、風邪でも免疫力向上みたいな感じですかね。はい、まあ、本当に免疫力上がるかどうかは僕全然知らないんですけど、僕栄養士じゃないし、はい。